だいぶ、はい、あれですよ、進みましたよ、仕事が。あ、本当ですか。これ取引外したの。これ、はあ、こんな太いのいけるんですね。うん、すごい。この高くなってるやつって、うん、値上がりにケトツチみたいなことですか。あ、これ取り木。え？取り木。ああ、なるほど。ここに針金を巻いて、はいはい、あの水の毛でこう押さえて。あ、なるほど。で、こういうの場合は3、4年かかるんですよ。へえ。水苔に苔が生えてきた。そうそうそう。ってことなんですね。そう。へえ。模様はね。なかなか取り引できないんだよね。そうですよね。3、4年。金図。これ、取り引外したの。あ、日にちは、8月の14日に外したの。最近ですね、うん。こんな大きいのあったでしょ。はい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 。あれがこうなったと。うん、これから針金かけてね、作っていくんです。預かりもやってるんですか。特別な人。これからの作業だとどんなのがあるんですか。これからね、剥がりしたでしょ。剥がりしたらこの輪郭を、段を整えて、展示会シーズンに葉っぱがなるべく小さい方がいいんで、もう一回やる。もう一回やると今度葉がね、このぐらいの葉揃うの、うんうん、このぐらいの葉で、そうするとあの見応えする。うんと伸びてたでしょ、はいはい、それを剪定したの。剪定してこういう風に、うんうんうん、かっこいい。これはクチナシの一寸法師。一寸法師っていう品種ですか。そうです。これは今年の挿し木、挿し木したのがこの辺にあったでしょ、はいはい、それを鉢を変えて、あの水に浸かってたやつ。そうそうそう。剪定して葉をこうやって切ったでしょ。葉をこうやって1枚ずつ3枚、1箇所からね3枚出るんですよ、はいはい、それを1枚にし
そうするとそこから芽が2本出る。そうするとかなり枝数も増える、その残したやつも後々は取るんですか？うん、3枚取って、あ、そのまま。そのまま、でどんどんこう葉を増やしてです。そうなんです。いや、知らない育て方。あの辺通り欅取り消しましたよね。あ、ちっちゃ、あんなちっちゃなかった気がするんですけど。あれはそうです。これが前のやつ。はいはい、そうですよね。こういうの取り消したやつ。もう根がこんなに生えてるんだ。ええ、これ出てますもんね。ええ、これはもうだって幹ない。うん、これから1センチぐらい下に根がありますからね。はいはいはい。このぐらいになるのかな。ああ、ちょっと上げて。うん、そうそうそう。今ほら取り消したばっかりだから深植えしてある。へえ、じゃあこっから粘りを作っていくってことですよね。また。ああ、いやでもこんなちっちゃいのあんまり見ないですよね。すごい。これがあの金華山ガマズミ。金華山ガマズミ、これが実です。あ、これがガマズミ。はい、ガマズミの実。へえ、あれになるんですか。そう、これになるとね、ガマズミっていうのはなかなか実がならないので珍しい。金華山というのは仙台の沖合にあの小さな島があるんでしょ。わかるかな。そこありそうですね。うん、そこから取れた。持ってきたやつ。島の品種なんですね。そうそう。鹿が多くてね、まあ一説によるとね、食べられてこう小さく歪化したもの。こういうのがみんなあるんですよ。美味しそう。子供の頃ね、これね、食べるとね、ちょっと酸っぱいの。透明感は？これがね、エゴ。エゴ。うん、エゴの木。太いな、うん。これは真弓。真弓。荒川真弓。荒川。それすごいな。うん。これサムネかな。うん、これも荒川真弓。前はね、いっぱい作ってたんだけど、結構ね、これ根腐れしたりなんかしてね、難しいの。ああ、そうなんですか。うん、これベニシタン。下もう少しすると葉っぱも紅葉するし、この実ももっと赤くなる。うんうんうん、ですね、はい、ちっちゃいんだよな、みんな。ちりめんかつら、みんな値上がりですか、これ。これね、自分で意識的にこうやって値上がりした、うん、これもあんま見ないですよね。うん、これから葉刈りしたりなんかして。みんなですよ、みんな根が上がってる、うん、こうやって作るんですよ。あ、でこの根をこの遊ばせて、はいはいはい、ああいうのを、あれで1年6月の14日に挿し木した。あ、挿し木の状態なんですか、これ。そうです、直接ここに挿し木しちゃって。あ、じゃあもう根上がりの状態で生えてくると。はい、はい、あ、それで徐々にビニールを切っていくと根がこう絡み合って、うん、面白いの。これでも挿し木か。これは黒松の取り木です、うん、これ取り木でこれを外したやつ。ここで作るからいらないのか。ゆくゆくはここでこう切っちゃうと。こういうのを作る。さっき心拍の取り木があったじゃないですか、うん、あれはどのぐらいで。あ、でも心拍早いけど太いじゃないですか、これ、うん、太いのも細いのも見えない。こういう小さいところもね、取り消して。このぐらいだったらね、うん、なんかもっと普通になりませんし、これとかもですか、うん、見えないね。株立ちみたいな感じで作るんですか、こういうのって。うん、別れのところで模様着に作れれば模様着。あ、模様着、はい、うん、株立ちで面白ければ株立ちですか。みんな未生ですか。これみんな未生。大天生。大天生、うん、これは福島の生のいい種類、うん、おいくらぐらいですか。ものによるか。でもいろいろありますもんね。このぐらいのやつでこれで1500円。あ、いや、マジですか。1500円はいいな。でも植え替えたら僕枯らしちゃいそうだな。御用は今植え替えちゃってね、そうそうそう、寒さに向かって危ないから。あ、でも御用って夏植え替えとかする、あんまりやんないですよ。あ、本当ですか、うん、いつ頃やっても、夏植え替えやってもある程度までだったら大丈夫だけど、やっぱり春のがいいですか。春やるのが一番いいですね。この破傷のいい御用はあんま持ってないから欲しいな。
太くてね、あの歯がまっすぐなのがいいやつ。いいです。こういうのいいですよ。歯がまっすぐで、うんうん、曲もあるし。でそれ僕買っていいですか。あ、どうぞ。もう普通に育てればいいんですかね。うん、夏の終わり頃になるとね、水を必要としなくなるんですよ。もう少ししたらあの乾かし気味に2日に1回とかそのぐらいになってきます。あ、じゃあ置き場変えなきゃダメですね、ご用は。うん、一緒に水やってると根腐れない。日向でいいんですか。日向でいい。ご用置き場変えとこ、うん、ご用はね、10月入ったら肥料もダメだし、水も2日に1回とか、はいはい、うん、鉢底でこうやって見てまだ湿ってんでしょ、はい、これが乾く前あたりに水をやればいい、うん、だから上はね白くなる。なかなかむずいですね、うん、そこがねみんな間違って根腐れになっちゃう。じゃあ鉢ごとに水やりのタイミング変わるってことですね。変わる。難しい。あの上のやつもいいですけどね、ちょっとこの辺は僕は値段聞けないかな。そんなことないです。